どうも、熊谷内屋祭りも終わっちゃってね。今年はどうだったんですかね。もう梅雨明けだから。明けたの？もう内屋祭りっつったらもう梅雨明けだから。明けてりゃいいけどねでも今年はこれ冷夏でさ。そうなんだ、寒くてしょうがなかった現時点ではね。うん、これでもここまでって稼げるべき人は稼げてないだろうね。うん、そうだしさ、これ農家の人とか大丈夫なのかなって。いや大丈夫じゃないよ。だからさ、あれだよ、もう昔の93年だよね、あの買い米が出回った年。あれ何、そういう理由であれだったら米が取れなかったってこと？そうだよ、そうだよ。だって俺の時さ、うん、夏毎日のように神宮球場に行ってたけど、うん、毎日Gジャン着てたもんね。寒くて、うん、じゃあ絶対そういう影響出るじゃん。出るね。でも異常気象とか言われてるからしょうがねえのかな、これな。まあ、まだあれなんだろうね、地球が変わってきてんだろうね。うん、地球だって変わりたいよ。まあねいつまでも同じ地球のままでいたくないと思うよ。そうね。ビッグバックからも言ってたもんね。チェンジって。あ、チェンジそれザ・ジャムのインタビューの時でしょ。そうそう、ブリティッシュ・ニューウェーブのねえ。しかしそういうのよく覚えてるね、渡辺君ね。チェンジって細かいことを。最近俺ザ・ジャム聞いてんだよね。俺常に聞いてますよ。あ、常に聞いてる、うん、俺もうサウンドアフェクスがやっぱり一番好きですよ。やっぱさ、もうジャムさ、うん、なんかもう夏メロンでもあるじゃん、やっぱり。まあね、もちろん、うん、でこうなんか聞くとさ、うん、いいんだよね。いい、いいよ、すごくいいよ。ワクワクするね。ワクワクする、ワクワクする、うん、特にサウンドアフェクスとかってさ、うん、まあダビングが少ないじゃん。そうね。それでいてさ、うん、なんだろう、プリティグリーンとか本当にベースから始まったりさ、うん、もうね、今じゃちょっと考えられないじゃない、いろんなアレンジされてて、うん、あの潔さに惚れるんだよね。そうね、うん、かっこいいよ。やっぱりこうアレンジしすぎちゃったなと思って今まで、うん、少しこれここに戻んないとダメなんだ。そうね、サンダーフェクスね、かっこいいよ。あれかっこいいんだよ。あれは今のウェラーも気に入ってるって言ったもんね。あ、そうなんだ、うん、俺一番好きだよ、サンダーフェクスがあのフジパシフィックの浅妻さんにさ、うん、年がら年中夢見るって君と僕みたいな曲なんで書けねえんだよかって俺怒られてんだよ、行くたびに、うん、ファーストの曲だよ、うんうん、だからでも、もうここ10年ぐらいは俺がもう一回僕が曲を書いてくればいろいろやるけど、うん、やっぱり凝ってるもんね。凝っちゃうんだよね、うん、だからそこがさ、うん、そこをやっぱりさ、なんかやめないと。そこ、そうなんだよ、うん、それはできないよね。そこはできないと思う、うん、本当。あの頃はさ、凝り方が知らなかったからさ、そうですよ、シンプルでね。そういうこと。だから余計なことも覚えちゃうってことだよね。いや、そういうことですよ本当にそういうことよね、うん、だいたい第二コードとか覚えちゃダメなんだよ。ダメなんだよ、ダメなんだよ。テンションコードとかね、そうね、ダメなんだよ。もう、E か E マイナーしか使いませんみたいな感じ。そういうのがさ、ね、ルールを決めて作るじゃん。そう、そうだね、うん、絶対その方がいい。それはそれで面白いじゃん、うん、その方がいいよ。だからガリレみたいなイントラも二度と作んないから、またここであんな恐ろしい。ここでこのコード入ったら本当にいい曲になるんだけど、使わないっていうのをやっぱりやるのもいいんじゃろうね、うん、難しいね。それもまたそこはなかなか度胸がいる作業だけどね。そうだよ、度胸がいる。でもそろそろやんないとダメだな。でも、まあ、ぼちぼち還暦前にやってるといいんじゃない、うん、そういう気がしてならないの、うん、もうチャレンジだよ。そうなんだ。なんかありますメール、はい。26歳女性ヘムコと申します。はい、ブルーレイ DVD おめでとうございます。どうも、この1年じわじわと広がる上映関数に何度も希望を感じ、うん、私が大学生の頃に働いていた板橋の映画館で上映が決まった時も当時の自分では夢にも思わなかったことだったので、本当に嬉しくて懐かしいスクリーンで見たコレクターズはより愛おしく感じましたと。なるほど。私ですことですが、コレクターズに出会って13年、うん、大学生の時には初めて送った PML を読んでいただき、うん、まさかの DVD ゲット、うん、同じ P の母親からよくやったと LINE がありがとうございました、はい、あまりのことにパニックになりちゃんとしてお礼ができず、うん、何かお返しすればと鶴の恩返しのようにライブに行ってなるべくグッズを購入するようにしておりました。ありがたいね。ライブに来てグッズ買ってくれるのが一番恩返しだね。一番嬉しい、はっきり言ってもう一番いいお客さんだよね。そして人生の半分をコレクターズと過ごしてきた私ですが、うん、この度結婚することになり、あ、おめでとう。おそらく一生一緒のことだと思うので、せっかくの機会にと
メールさせてもらいました。なるほど、まあ、単純に大好きで憧れの2人からおめでとうが欲しくてメールしましたと。はいはいはい、これからは人妻になりますが。なるほど、人妻ね。人妻これからは内容は変わらず8月からのツアーを目指していただきますと。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうね。何があるか分かんないけど、とりあえず今はおめでとうって感じだね。そうですね、うん、数々見てきたじゃない、小太郎君。いろんな結婚式に出てさ。結婚も出産もそっからが大変だからね、うん、そうだよ本当は、うん、ここで終わりじゃないんだね。ゴール、手前まで、あのスタートもしてないからな、本当なんで、これからだからさ。そうなんですよ。子供なんか生まれた時ね、大喜びするけど、どんどん腰が痛くなるだけだからね、あと抱っこで。それ終わると今度はさ、お金かかりだすしさ。まあでもそれがね、人の道だからしょうがないね。人の道だし親なんですよ、うん、本当本当。はじめまして、はい、フロリダ在住のサリーと申します。遠いね。私の初コレクターズ体験は高校生の時、うん、87年学習大学の学園祭ライブでした。へえ、懐かしいね。学習やったね。やったやった。ネオジースじゃない、小太郎君。違うよ。嘘。ゴーバンズってやったんじゃない。さて、数日前加藤さんのお母さんもなさったという婦人科系の手術を受けましたと。ほう。日本では手術の 2,3 日前に入院し、手術後1週間ぐらいは入院するんですが、うん、ここはアメリカ、はい、手術の2時間前に現地集合。うわー、そうなんだ。術後は麻酔から覚めたらモルヒネ1本ブスッと打たれて、さっさと家に帰されました。うわー、すげえなー。今はアヘン成分の入った超強力鎮痛剤を服用して、うん、家でゴロゴロしていますと。ふー。術後の体力低下の年のせいで活字を読んだり動画を見たりすると15分で目がガンガン痛くなり困っていたんですが、うん、手術するちょっと前に日本にいる妹から、うん、加藤さんの小田さんのポッドキャスト面白いから聞いてみてと、うん、勧められたことを思い出し早速聞いてみました。なるほど。本当に面白くて耳しか使わないので疲れないし、うん、おかげでぐんぐん回復に向かっていますそんな効能があったの、このポッドキャストに。あるんだよ、うん、ただ笑っちゃいますと傷が痛むのが困ります、うん、なるほどね。今シーズン8を聞きつつシーズン1からもコツコツ聞いてますと、うん、はい。私がライブに行っていた頃のコレクターズはそんなに MC をしていなかったし、うん、孝太郎さんは頭と目が丸くてニヒルな人という印象だったのでどんな人なの。お二人がこんなに楽しい方々だったとは意外でした。なるほどね。30年ぶりにコレクターズのこともキャッチアップしたと思います。はい。私の個人的な昭和の思い出なんですが、うん、1、豊島園のアフリカ館のシエの人形は、うん、パンダム的なショルダーバッグを下げていた記憶があります。なるほど。また出口付近で現地人カップが手を振ってお見送りしてくれた日が。あ、そうなんだ。出口付近ででも手を振ってくれるのって現地人カップだっけ。俺行ったことないんだ。そうか、誰かが手を振ってくれたら間違いないね。それは間違いない。間違いない。子供の頃うちの向かい のマンションに桃江ちゃん一家が住んでましたと、うん、場所は品川区目黒の境目です、うん、桃江ちゃんの妹が私と同じ小学校にいて、うん、時々休み時間に遊んでくれました、うん、妹さんは多分小田さんと同じでしたです、うん、また母は時々一人で目黒にある高校から東方下校する桃江ちゃんを見かけたそうです。へー。あんなビッグスターなのに一人で下校なんてのんびりした時代だったんですね。うーん。3、中学の時隣の県に引っ越したんですが、うん、そこの同級生が、うん、俺の行方不明になった妹は、うん、ユリギリアにいたよ見つけてもらったマジか。その話は後ろの客様にも載っていると言っていました。なので私はユリギリアの能力を信じています薬のせいで反応トリップしちゃってるのでバンジーランプ申し訳ありません。ご自愛ください。サリー小太郎君、ユリギラやポップって言うと遺体はつらいよね。つらいねユリギラって遺体発見とかすんの。そういう人いたよね。テレビでも今でもやってるじゃんそういうのって。なんか大体見つかんないじゃん。古畑任三郎ではさ、うん、犯人の人が先に人殺して置いといたよねマジでマジかい分かるんじゃねえか、そしたら、うん、へぇ人殺し置いといたんじゃねえな。先に物を置いといたんだ。物を置いとくの、うん、それを置くとこを見られたから、うん、その人殺しちゃったんだなるほど見られちゃったからね、うん、ユリゲラか。なんであんなブームになったんだろう。あんた70年代はもうオカルトブームだからしょうがないよ。そうなの、うん、まあそうね、オカルト映画も流行ったしね。エクソシストだよ。そう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 。今みたいに笑っちゃうよね、首がぐーって後ろ見たらね。この間でも自由に行ったらさ、ちょっとおいくつしたかに、うん、エクソシストの T シャツ買って買っちゃったよ、思わず懐かしくて
やっぱ震えるね、あの文字を見ると。ああ、やっぱそうなんだ。文字でさ、文字のもあるの。あれさ、例えば孝太郎くんとか俺の世代だったらさ、もうジョーズとかさ、もうその辺の映画のやつさ、ゴッドファーザーもそうだけど、うん、イメージがあってさ、T シャツになっててかっこいいこと思うじゃん。うん、全然知らない10代の人とかさ、20代ぐらいのやつを見てもかっこいいのかな。ジョーズなんか好きすぎて俺自分の店でジョーズ T シャツ作っちゃったよ。だからそれはね、孝太郎くんがリアルタイムで体験してるからでしょ。まあでもちょっと今ジョーズトレンドな気がするね。去年ぐらいからちょっとジョーズいろんなそのファッション局面で見るもんね。ああそう、うん、もうなんだろうな、アートだよね、もうね、まあ、だって映画見ていい人になるよね。なるなる、ポスター1枚でね、うん、クリスチャンサムのね、エクソシストだったらさ、いいシーンだよ。わかりますよ。あれ普通だったらさ、今だったらさ、怖い顔アップしちゃったりするでしょ。あ、するするする。あれだってあのね、そう、あいつが家に訪ねるシーンだからね。そうなんだよ、悪魔場だよ。渋すぎるよ。渋い神父さん。確かにそうね、センス良かったね昔。その一枚ポスターでそそられたもんな。そうなんだ。シャイニングのジャック・ニコルスとかもう怖かったな、あの顔で。おこんばんはでしょ。おこんばんはの時のさ、あの顔がね。シャイニング見たいな、久しぶりに。あとさ、孝太郎くんさ、ロンドンへのさ、ミックスしていった時にさ、うん、もう本当にすごいさ、率でさ、白人の T シャツで、うん、リーバイスの赤いマークあるじゃん、うん、リーバイスって書いてある、うんうん、あの T シャツすっげえ見たんだけどね、あれ流行ってんの？っていうか白地赤のそのあれはなんかもう今 いろんなのがあるよね。日本に流行ってない？リーバイス見ないね、日本はね。リーバイス、それこそ本当ユニクロみたいなところ企業コラボ T でリーバイス出してんのかと思うぐらい。でもリーバイスだったらリーバイスのこと出すよな、自分のところでと思ってさ、あれびっくりだった。ロンドンで、ロンドンで5分に1人が見る感じ。日本は見ないもんね、リーバイス。日本見ないじゃん、だから、うん、なんでこんなにみんなリーバイスなのって本当に聞きたいぐらいだったよ。配ったり早いの、ロンドンで。いや、本当そんな感じしたよ。でもね、よく見るとね、形が違ってたり、うん、ちょっと色がきなり色だ、ボディだったり、うん、なんかちょっと違うんだよ。配ったね。でもそういう感じがするぐらい。ラフィンドーズだってそのシーンで配ったんだよ。まあね、お前いつの話してんだよ。俺たちも配るシーン。そういうの懐かしくてさ、なんかさ、うん、そういうシーンの。確かにね。よかったよね、やっぱ活気あったよね。活気あった。そういうなんか。でそれがニュースになったし。そうだよね。うん。あれでアルタ前とかでやったよね、これ。そう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 。ラフィンドーズね。やった。野外ステージかなんかでね。勢いあったね。その勢いあったねってこう業界用語にしか聞こえないもんね、孝太郎くん。必ずさ、そういう人いたじゃん、FM のおっさんとかでさ、うん、見ててさ、うん、この番の信じたんだけど勢いあるでしょっつって、もう勢いだから、もうみんなキャプテンレコードがもうほんと鼻高々になっちゃったんだから。あの頃の新宿のあたりがほんとかけあったなね。いや、輸入レコードも含めね、ほんとほんと。ロフトの前のサンドイッチ屋で何個サンドイッチ食ったか分かんないもん俺。あ、そう、うん、うまかったな、そのサンドイッチ。忘れたけどうまかったね、結構。食べたことないな、そこ。食いまくったよね。あ、そう、こんにちは、ロックンロールザビルと申します。ロックンロールザビル、はい、半年ほど前、自転車のラジオ番組にリーダーが出演した回をアーカイブで聞き、うん、その時リーダーが男なら黒森でしょうと言い切っていたのに感動し、うん、このポッドキャストにたどり着きました。なんだろうそれ。以来第1回目から狂ったように聞き続け、うん、半年かけて現在に追いつきました。なるほど。私は1963年生まれで、うん、学生の頃は身の程を知らず、うん、プロを指見てバンド活動に勤しんでいました、はいはい、お二人の青春トークに自分を重ね合わせ懐かしんでいます。なるほどね。さて、前置きが長くなりましたが本題です。うん、私は大学生の頃、新宿三丁目のローリングストーンというロック喫茶でバイトしていました。おお。お二人はこの店に来られたことありましたか？あったね。俺は入り浸ってたよ、一時期。あ、そう、そんな言ってた、うん、へえ。ロック好きはもちろん欧米人、特にアメリカの軍人さんがたくさん来ていました、うん、社長は朝食マリファナで逮捕され不在が多く、うん、店員がみんなミッシェルとかローリーとかニックネームで呼び合っており、うん、最後まで本名を知らずにおりました。なるほどね。休憩時間に近くのケーカラーメンでタローが食べたことがあります。ケーカラーメンしかあったね。そうそうそう、うん、私がバイトをしていたのは1年ぐらいの短い期間でしたが、うん、もしお二人が来店していたらお会いしていたかもしれませんね。俺も何回か行ったことあるね、うん、俺いつもね、iPhone と言ってたんだよ、ここ。あ、そうなんだ、うん、ローリングストーンやロッキーさんの思い出話がありましたら聞かせてください。まあ、ローリングストーンよく行ってました。
なんで行ったかな、2次会みたいな時に行った気がするな。2次会、3次会とかかな。あの頃新宿にいたからね、いつも。アラさんの店とかもあったからさ。あったね。アラさんの店の後とかに寄ったりとかね。だからそういう感じだよね、うん、3軒目ぐらいで行く店だよね。そう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 。行ってさ、なんか俺別にこれが思い出みたいなのがないんだけど、いつも DJ、女の子の DJ が入ってたさ、俺行くと、うんうん、あれかけてよとか言って、ああ、かけてるやつ、うん、なんかかけてもらったのかな。なんかあんまり記憶がないんだよ、多分飲みに行ったっていう、うん、ロック喫茶とか言ってないな。ロック喫茶なんてあったの？渋谷の BYG とか。ああ、行ったことない、ロック喫茶なんて。今喫茶店でないロックンロールかけてくれるってことでしょ。そうだね。そう、なんかジャズ喫茶みたいな感じでロック版ってこと？まあ同伴喫茶ぐらいじゃないかな。まず小太郎君、俺聞きたいんだけど、同伴喫茶に行ったことあんの？ないね。ないでしょ。ないよ。あれいくつぐらいの人が行ってたんだろう。しかも何を目的に、どういうことしに行くのね。イチャイチャしに行くでしょ。イチャイチャしに行くだけなの？そりゃそうだよ。じゃああの頃イチャイチャする場所がなかったってことか。なかったんじゃない。でも、ドーム喫茶が入る手前で目撃されたら、あいつイチャイチャしに行くよってなるってことでしょ。そう、でもな、普通の喫茶店の2階が同伴喫茶だったりするからね。そうなの、うん、そういうのあった、そういう喫茶店もあった。あるあるある。敷居が高くて、そうそうそう、見えないね、周りから。そうか、じゃあイチャイチャできるね、これ。するんですよ、イチャイチャ。名前がいいもん、同伴喫茶。同伴喫茶っていいよね。いや、昔は結構いいのもあった、連れ込み宿とかさ。ああ、そうね。連れ込み宿に同伴喫茶。同伴喫茶もうないんだろうね。あるよ。あんの？どっかで見てもらうな。へぇー、その全然違うじゃん。だから純喫茶だったの、あれ。同伴の真逆ってこと、うん、ピュアってこと、もうイチャイチャ無理よってこと。うちイチャイチャ無理っすよって。マジで？ほんと？でもさ、そんぐらい同伴喫茶幅利かした時期あったよ。その時幅利かせまくって、うん、普通の喫茶店でも同伴気分で、なるほど、イチャイチャが現れたってことか。現れて、うん、イチャイチャ出すぎて、うち純ですよ、マスターが純なんだよ、うちはつって、そうそう、ピュアなんだよって嘘つって、わかんないけどさ、コーヒーも味わってくれよって純だよっつってさ、嘘だよ、そんなのあったら面白いね。いや、でもだってじゃなかったらわざわざ純ってつける。マスター、なんかあそこイチャイチャしました、何つって、何つって、マスター純なの、君、うちは純だっつって、同伴さんだ、同伴で行ってくれっつって、そうそうそう、言ってそんな厳しい喫茶店になったら、ほんと純は。でも、純でイチャイチャするの困るじゃん、そりゃさ。でも純喫茶のマスターはコーヒーを味わってほしいからね。そうそうそう、コーヒー味わわないまでもね、うん、普通に喋ってくれって感じ。でもめちゃめちゃそういうこだわりのコーヒーとか入れる喫茶店絶対あったはずだよ。いや、そういう店はあったけど、あれはそれはコーヒー専門店で当時は何だったんですか。そういうことか、そういうことか。純喫茶店はコーヒーよりもソーダ水が主流だから。なるほど、主流としては、うん、その店のムード、ピュアなムードを味わってくれる。そうです、そうです。ここに来て厳しいね、その辺。いいな、純喫茶。同伴喫茶なぁ、ちょっと行ったことある人にちょっとレポート聞きたいね、これね。かなり年配の方だからね、うん、だからさ、よくこんなことに使ってましたみたいなさ。使ってましたってこと。いやいや、そのイチャイチャがさ、だってイチャイチャだって時代によって変わると思うよ。イチャイチャで使ってない可能性もあるからね。どういうこと。イチャイチャを装ってなんかこう、危ない仕事の。ああ、そうか、プライベートスペース、ね、そっちもあるよね。薬詰めてたとかさ、それあるよね。診断詰めてたとかさ、そう、あるよ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 。同伴よそってのはさ、札、うん、も、ね、もさ、あ、そうだよ、そうだよ、そうだよね、あるじゃん、うん、で同伴来たら踏み込まないでしょ。踏み込まないよね、うん、踏み込まないよ、札だってその辺はね。だって他の同伴者がさ、うん、いやーってなっちゃうんだよ。なっちゃうよ。映画見てたな。いや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 、踏み込めない。映画の見過ぎなんだけどさ。俺は東映の見過ぎで、どこにかなりそうだろ。確かに見過ぎだね。まあ、俺たちの時代もあったけど、いや、我々の世代になるとさ、もうレンタルームってさ、存在するから。そうだね、なんか同伴喫茶がもう一世代上に感じるもんね。そう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 、なんか同伴喫茶入るって親父っぽいよね。いいじゃん、ジンタン持ってる感じだよ。だってそうだね、で、そこまでいかないよ。で、孝太郎君が思うにはだ、ね、じゃあ昭和何年生まれの人が言ってる。俺がね、小学校5年生ぐらいの時に、うん、まあ大学1年生ぐらいのやつかな。じゃあ俺よりちょっと上やんな。8個上だね、俺。
そうだね。かっこいい。俺の4つ目ってことか。そうすると今63度市場、うん、そうだね。いいね。あ、その辺だろうね、うん、多分その辺だろうね、うん、段階の世代よりは下なんだよね。高2ぐらいも行ってるわけですよ、だから、うん、そうだね。俺の7個上ぐらいからいいね。6、7個上ぐらいから同伴世代だね、うん、同伴世代同伴世代って言うの、同伴世代の人でこれ聞いてる人いたらね、ねえ、ぜひとも情報教えてもらいたいね、うん、まあそれ年下でもいいけどね、俺よく使ってましたよっていうね。でも俺結構都心部のもんだろうね。地方ってどうなの。だって地方でさ、うん、人通りが少ないところに同伴喫茶あってさ、うん、誰かに見られたらさ、まあ、地方はね、モテるだよ、向こう田舎になるからね、車でモテるから、確かにね、噂になっちゃうしね、新宿の雑踏だったらね、シュッて確かに同伴入ってもさ、俺奥の焼き鳥屋入ったんだよって言うからさ、そうだね、そうだねそうだね、うん、田舎にはあんまり存在しないもんな、懐かしい響きだ。純喫茶みたいもんな。純喫茶の意味も調べたいな。これ純喫茶、あ、これ調べて全然意味が違ったらがっかりするからねもう今俺そう思い込みたいんだから。いや俺もそうなの。純喫茶やってたマスターからもういただきたいメール。そう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 こういう気持ちでやってましたよね。ナポリタン作った人もいるね。そう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 、ね、そうそう。え、孝太郎くんちのお母さんがやってた喫茶店も普通に喫茶店、コーヒー専門店です。コーヒー専門店なんだ、なるほど。だからせいぜいトーストとかさ、なるほど、ピザトーストレベルだね。でどちらかというとコーヒーはうるさかったってことだ、つまりね。うるさいんですよ、これ。ああ、なるほど、そういうことか。それと何、すごいコーヒーにめちゃうるさい客が来てたってこと。いや、それ普通に、ね、まあそういう人もいたかもしれないけどね。ただなんか茶店でナポリタン食おうぜっていう人はいないわけ。まあいないんだ。ゴータ君のお母さんもあれなの、今日はコロンビア産のなんとか、もうタイムじゃないけど、あれが入っていいのか、いい物が入りましたよって、そういう感じじゃないんだ。全然そういう感じじゃないんだね、うん、それはほら、ま、こういうの豆屋とさ、うん、契約してるからさ。あ、そうか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 、そうか、種類は多分多いんですよ。そう、多いよ、豆屋っていうの豆屋呼ばれるなるほどね、種類が多い。そう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 、なるほど。キリマンジャロがあったら、またくんな。まあ、キリマンジャロ酸性なんだよ ね酸味が強い。そう、酸味が強い、ね、でもなんか知らないけど、みんなキリマンジャロってね、高いんですよ。あ、そうなんだ、うん、まあ、うまいよ。いや、ブレンドがうまい、ブレンドが。ブレンド随分だよ、まあ、それやっぱりね、ブレンドがうまいな俺酒もさ、ウイスキーもブレンドが好きなんだよ。あ、そうなの。ブレンド、ブレンド、ブレンドがいい、うん、混ぜちゃってもいいんだ。今年寒くてもまた大米とかいろんなブレンド米買わなきゃいけない。ああ、ブレンド米だね、確かにそうだ。ブレンド米あったよね。リーニャさん、こんにちは。どうも、茨城のリーニャンと申します。うん、私は、夏のツアー、うん、私は水戸と EX シアターが参戦します。おお、47歳の女です。はい、リーダーの中二の部屋が昔の私の部屋とも似ており、うん、北関東の相性を感じております。緑の砂壁と床の間のギターのガールケースとランプがある向け、はい、おまけに母親がどこからかもらってきたダブルベッドのマット、はい、マットなんだ、マットだけなんだ。母親曰く、お前が出て行ったら私が使うから仮置きしといて、はい、眠くながらも部屋は8畳だったのでちょっと嬉しかったのを覚えてます。なるほど。さて本日水戸へ出かける用事があったので、うん、ライトハウス近くの千代へ行ってまいりました。はいはい、この店は私の高校時代のおさぼりテリトリーにあり、うん、佇まいが変わっておらず懐かしい気持ちになりました。本日の私の目的は2つありました。うん、1つ目は9月1日にまたコレクターズが来るので、うん、お店が混雑するかもしれないことのお知らせ。うん、2つ目は店内にコレクターズのポスターを掲示して、うん、来店したファンの皆様の気持ちを盛り上げる。以上です。なるほど。余計なお世話かもしれませんが、ご高齢のお店の方が心配で、うん、せめて心構えだけで申していただきたかったのです。うん、ランチタイムが終わる頃お邪魔してテイクアウトの用途を注文し待つ間、うん、おかみさんに以前コレクターズというバンドがお邪魔して、うん、彼らのラジオでこの店を推していることを、うん、また9月1日に近くのライブハウスでライブがあるので、うん、ご本人たちは分からないがファンが押し寄せるかもしれないことを伝えました。なるほど。おかみさんは耳が遠いようで、うん、どこまで伝わったか分かりませんがラジオの宣伝については大層喜んでおりました。なるほど。トイレが不気味だったというリーダーの発言が伏せておきました。うん、写真を添付します。うん、お冷やし中華の下に貼ってくれたんだ。これいいね。うん、いい感じだね。うん、これ写真館だな。うん、写真館いいよ。トイレ怖かったよ、渡辺君。怖いよね、奥の方に入ってってさ、地下のね。そう、
なんか本当イメージだけど北朝鮮で拷問されるとしたらここだろうなみたいな。トカヤがヒゲ剃りの練習してるから、ね、そういう感じだよね。怖い感じ。もう生きて帰れないって感じよ。最近でもあれだな、水戸ライトハウスだっけ、うん、好きだなあのホール俺。もう、うん、いいんじゃない。狭い割にさちょっと広く感じるっていうか。そうね、じゃあ天井が高いから。天井高いし ね楽屋も広いから。そうまさにまさに。だから楽屋大事だよね。大事だよ。ライブは楽屋で決まると言っても過言じゃない。本当にね、ライブは楽屋だよ。楽屋が本当にさうなぎの寝床みたいになってるとさ、うん、もう逃げ場がないしライブ前に死んじゃうね、うん、そうなんだよ、うん、本当に。コレクターズブルーレイプラス CDはい、DVD プラス CD、さらば青春と新宿ジャムが発売中です。はい、発売中。そしてブルーレイ、はい、クラブカードのマンスリーライブ2018、昨年の12ヶ月連続のライブがですね、そうですね、ブルーレイになりまして8月7日発売です、はい、インスタもあるようですね。はい、ダブル購入特典は上映会&トークイベントと、うん、8月8日はですね、うん、加藤久志のコロンビア大行進になるということですね、うん、そうなんですよ。今月もやったんですけどね。そして来週月曜日29日、名古屋のクラブカード30周年イベント、2と対バンですね、コレクターズが。そうですね、2バンド。はい。はい、いろいろありますが、コレクターズは8月12日、はい、東京の渋谷クラブカードからですね、はい、ツアースタート。スタートです。コレクターズ講座限界ライン、はい、ヤンマーのクシーズン2。よろしくお願いします。はい。そして8月25日には浅田真一君の50歳、バースデーライブ。おー、しんちゃん50歳なんだ。私と浩二がサポートします。おー。詳しくはですね、ザ・コレクターズのオフィシャルサイトで確認してください。はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトからダウンロード、写真館アーカイブもこちらにあります。毎週セール更新、 P メールはブクロ 24@gmail.com、 こちらでお待ちしております。はい、それではまた来週。 Do the download Do the download